それからこの28日で、えー、これの審議を行う予定だったんですけども実はですね28の、A、委員会でいろんな国がスピーチしたんですがそこで持ち越しになっちゃったんですね。で29日はあのここで決めた基礎委員会ですね基礎委員会基礎グループというのをここで、えー、始めようということで翌日から始まったんですがそこはあの秘密会議になっちゃったんですね。 秘密会議がやってそして31日は、A、委員会で開かれたんですがほとんど何も決めなかったとあ今検討中というだけだったんですがなんと最終日の6月1日にですね最終日の6月1日にしかもですね現地時間の夜の9時ですよ。 普通のスケジュールだと28日の A 委員会で審議議決が行われて翌日の総会で採択ということなんですがずっと伸ばされて普通のスケジュールだと6月1日もクロージングなんですよねセレモニーなんですけども大体夕方に終わるんですけどね夜の9時です夜の9時に突然 A 委員会が始まりましてですね5分で決まっちゃったと後で詳しく話しますけどね でその後すぐに間髪入れる本会議が開かれて要するにイカサマで決まったということが繰り返されたとで多分ですね視聴者の方も見ていらっしゃる方は油断したというかもう疲れてると思いますね28で決まるはずが282930と持ち越されて31と持ち越されてで6月1日の夜ねとんでもない時間に9時に突然始まってと。でヨーロッパ欧米の指揮者たちはこの2930とその最終案が 全面出てこなかったんでこれは我々の勝利だっていうふうにコメントしちゃってる人も多かったんですねでもそうではなかったと残念ながら彼らの方が1枚も2枚もそのずるいずるいっていかさまだったということが今回分かったんですね、まあ、今日はその話を詳しくしていきたいと思いますがまあ今回のアジェンダはですね、えー、国際保険規則の改正それからいわゆるパンデミック協定パンデミック合意ですねそれのほかにですねこの、A、委員会で予防接種アジェンダあ2030とかね それから気候変動汚染健康とかです、ね、まああの彼らの例の路線ね他の議案もこういうのもいっぱいあったんですねそれから B 委員会というのはこの予算とか人事決めるところですけどそこのテーマでもパンデミックインフルエンザへの備えインフルエンザウイルスの共有とワクチンへのアクセスその他便益を決議したとするとかねそれから WHO 各国により良い支援を提供するうジェンダーですね ジェンダー分析と行動を WHO の活動に統合するための戦略とか、そんな決議も行われたとね。もう目指す方向は全部これということがわかると思いますね。で、5月28日の A 委員会ね。5月28日はスケジュール通り一応このパンデミック協定と IHR 改定が取り上げられていたわけですね。で、これあの画像ですけども、 これよく見るとね、やっぱり3分の1いないんですここなんか全部空いてますからね。ね。3分の1いないんです。3分の1未満。で、A 委員会のルール、ルールオブプロシージャーね。これ厚生労働省が大好きなルールオブプロシージャーでは、会議始めるのにまず3分の1必要なんです。ね。これ3分の1程度って書いてあるみ未,未満ですね。で、議決の時は2分の1必要なんですね。で、えー、この28日をものすごい長い時間とって、各国の代表団からス,あのスピーチを、 各の代表団が行ったんですね。でね、私全部見て全部記録してるんですけども、100スピーチがありまして。ね。ところ、だから、おこれ3分の1しかもういないのにね。おー、100、100, 100、100もスピーチがあってすごいなというふうに出てる。思う。でも、いない。どういうことかっていうと、2回スピーチしてるんですね、これね。特に賛成の国々が2回もスピーチしててね、いかにもその、 全体を映す画面っていうのはほんのわずかですからね。いかにも賛成国が多いという演出をしてて。で、日本もやっぱり2回ね。人を変えてしかも、一つの国人を変えて2回スピーチしてるということなんですね。それの中、そのであってもですね、反テドロス派の各国はっきりとした表明をこの28日に既に行ってまして、それをちょっと見てみますと、スロバキアですね。 スロバキアは IHR のこの一部改定すでに拒否してるんですけどね2年前の改定拒否してるんですがここそれからこの WHO の総会が始まる前に事前に表明してるんです反対するってパンデミック協定も IHR 改定も反対するって事前に表明してるんですねではっきりそこまで打ち上げたのはスロバキアだけです最強行でスロバキアの首相テドロスが説得してました これが、総会が始まる1週間ぐらい前かな。5、6日前ですね。で、その説得されていた相手の首相が銃撃されたと。ご存知の通りね。これが5月う15日ねあ。説得したのだから、これの2、3日前ですね。スロバキアはパンデミック条約と IHR 改正案に署名しないと発表と。5月28日の A 委員会は欠席、棄権ではなく、真正面から 反対票を入れるということだったんですね。でテロス事務局長が一生懸命説得していたんですがその翌々日の5月15日に銃撃されたということですね。で場面がこれ YouTube でかなり消えてた消えてると思いますがあの車から降りて支持者がね歓迎してるところに近づいてたところでこれが犯人ですね。これ銃が映ってるんですここにね。ということですが容疑者は現場で拘束されたんですが。 画像を見ていただいた方は分かると思いますがあーアペさんの時と似てますねあの本気でかばってないですねこの辺の人なんか全然動じてないしね、えー、非常に違和感がありますね拘束はしましたけどもまああえて言えばね周りも共犯だったっていう可能性はゼロでないなっていう見方は多分動画を見た方は全員思うと思いますねでスロバキアはここですねチェコスロバキアこっちはスロバキアですね と、えー、ということですそれで、えー、そういうことがありましてスロバキアはこの A 委員会では発言はしなかったですねでも反対反対をしていきますそれからその次に並んで強硬なのがイランでしたイランも2年前の一部改定の時は拒否をしてますね受け付けないと声明を出してますね宣言してますねでこのイランスロバキアとイランが2大 反対国だったんですがそのイランの大統領もご存じようにヘリが墜落してス、えー、ロバキアは一命取り留めましたけど大統領イランの大統領亡くなったということですがこの、A、委員会ではイランはスロバキアと違って、えー、国家主権が大事だと主張して反対表明をはっきりしてますね。それからオランダ